ということで、ケプラーのライブの後日録を撮っていきたいと思います。実は3連休忙しすぎて、全然振り返りができず、本当に1週間ぶりにライブのグッズを眺めているところです。ちょっと仕事とかもね、忙しい週だったので、しみじみと振り返っていきたいんですけれども、いやまだね、ケプラーがね、ちょっとなんかお城とエソがいないの信じられないんだけどさ、まあ撮ってきます。ちょっとグッズとか見ながらね、でも聞いて、もうさ管理できないから、シャクちゃんスローガン、シャクちゃんね、やばくないですか、このケプラーの9人の幸せは私たちの幸せだよ、もう泣けないよ、ほんまに泣いちゃう。はい、ということでライブの感想なども話していくんですけれども、まず先にグッズ見ていきますね。ではまず、グッズ付き席に、グッズ付きチケットのグッズがこの袋、赤い袋に入ってました。今回はで、動画の中で、現地でも開けてたと思うんですけど、プリカと、キーホルダー、 CD ジャケット風のキーホルダーと、こちらのタオルつけてました。タオル開けていきます。いやこのね、しかもこのさ、タオルがさ、リソちゃんデザインのさ、キャラメルメンバーキャラってことで、もうラッキー。はい、こんな感じで、かわいい、かわいくないですか。あ、でこの子たちいるんですよ、取ってくる。買う気なかったんだけど、ヤソちゃんも最後だから買おうと思って買ってよかったよ。うん、うんと、です。かわいすぎる。で、これのデザインのあれです。で、あ、うちのカバーも買ったんだけど、ちょっとマジ価格に収まらんから今日はなしで行くわ。マジ、何がかわいい。トレカが、ね、入ってるんで、これね、香水と同じ匂いなので、スズランの香りです。あ、でもこれまだ開けないで置ける、どこに置こうかな。これスズランの香りです。で、トレカこちらになってあります。かわゆし、かわゆきよし。これはね、確定でメンバーのトレカが入ってるからいい。あと、うちわとスローガンもね買いました。イケメンヨウン、マジさ、ナムなんだよな、ヨウンちゃんの美人。本当に余剰ってる気分じゃなくて、マジナムちゃんの気分になるから怖い。はい、で、あとこちらですね。これはキプリアンジャパンの人限定のトレッコとかセットで、これはなんか、あの、今流行ってるトレカケースにすごい似てる感じなんだけど、キプロゴーイングのロゴが入って、中に全員のトレカが入ってます。ハードケース、これめっちゃ使えそう。で、あとこれも FC 限定だったはず。このコーラみたいなカンカンにヨウンちゃんのグッズが入ってるので、後で見ます。トレカ見ていく。なんでこのハードケース使える、けどなんかこんなにでかいんだ。このめっちゃ流行ってるやつと一緒じゃない、 TikTok とかでよく見るケース。で、多分動画とかの感じを見るとこれを撮るんだよね。撮ってここにキーホルダーを多分みんなつけてるんだと思う。なんかでかくない、これ。なんかでかい気する。ケプラーサイズな気するわ。ケプラーのトレカでかいからさ。ケースですとか言ったら聞いて、ここ飛んでいったんだけど、ねえねえ見て、ここ飛んでいった。治ったわ。ちょっとずるっと飛んでいってクソ笑ったんだけど、一応治った、一応治ったと思う。怖すぎ。で、こちら取れたね。またね、相変わらずケプラーのこのデカサイズなんだけど、こちらはなんかあれですね、サドリーの取れたですね。
はい、でこちらのあと FC 限定のこのコーラ缶、まずただのコーラ缶なんだよな、開けていきます。でライブなんですけど、席はレベル5のね、でもレベル5だったんですけど、アリーナじゃないや、残念だなって思ってたんですけど、2階席のめっちゃ5000 でしかも通路近くだったので、結構レポとか見られた方は知ってると思うんですけど、今回そのレベル5の通路にもメンバーが何人かアンコールで来てくれるっていうことで、なんとなんと私の時はユジンちゃんとシャオティンちゃんとヤサちゃんが上に来てくれました。でもほんとこのメイ買ってよかった、マジでいいぞって言えたから、もうねめっちゃ可愛かった、めっちゃ近くで見たし、ユジンちゃんはハイタッチしてくれたし超可愛かった。ちょっと4の日じゃなかったのはめっちゃ残念やったし、お友達マシロペンやったからマシロ近くで合わせてあげたかったのはあったんですけど、まあ、結果的にすごいなんていう、落ち着いてライブの全体感見れたし、2階席だったけど全然満足でした、マジでほんまよかったっていうね、すげえもうなんか見に行けてよかったなって気持ちです。最後15日行けなかったのは残念やったんやけども、それはもうルシェラのチケットが先に入ってたからねえ、そのねライブの発表のタイミングってめっちゃ大事やなって思った。もうケプラーがね結構ギリギリやったからね、もうチケット取っちゃってて、ワンチャンエスコも行くかって思ってたから本当危なかったわ。今回に関してはケプラーほんま行けてよかったと思う。はい、でこちらのカンカンの中身見ていきます。まず説明書かな、フォトカード、なんかこれはケプラーに珍しくいつものフォトカードのサイズな気がします。普通の CD トレカのサイズだ。それからステッカーかわいいんだけど、何か言うの、かわいいステッカー、ステッカーとあとこちらですね、キーホルダーが入ってます。かわいい、ちゃんとプチプチに包まれております。かわいい、こちらが4問の衣装、今回のキーホルダーと、はい、このヨウンちゃんのキャラクターのラバーマスコットです。え、かわいい、かわいい、これめっちゃかわいいんやけど、ね、このキーホルダーセット結構嬉しいかもね、かわいすぎる。これってここにつけられるの、こうしとこうかな、こうやって使おうかなって思います。ね、ヨウンつけた方がいいかな、めっちゃ悩むな、これちょっとしばらく悩みそう。なんならこれここに貼りてえし、貼るとさ、このロゴにかぶるんよね。もうちょっとちっちゃかったらよかったんよ。かわいい。な感じになってまーす。はい、ということで、もうなんか本当にケプラーがまた、メンバー減ったの信じられないんだけど、無理やだー。と言いつつね、まあでもメンバーたちがちゃんと前向いて進むって言ってたし、いや、15日は参戦はできなかったんですけど、X とかでね、情報は見てて、うん、メンバーの挨拶見て、なんかもうみんなちゃんと前に進もうと思ってるから、私もこれからもね、ヨウンちゃんをしっかり応援したいと思うし、ケプラーのことを好きでいたいなって思いますね。もちろんね、エソとマシロにも頑張ってはほしいし、どっちも応援していきたいなって思いました。とね、まだエソちゃんたちの方とかもケプラーも活動どうなるのか全然わかんないんですけど、まあ、ちょっとね、できる範囲で、気が向く範囲でどっちも応援していきたいなと思っておりますので、またその辺は、あ、またこいつ手広げたじゃなくて見守ってもらえると嬉しいなと思いますし、皆さんも、まあ、今回のね、このまさかの2年の継続が伸びるっていう新たなパターンを経験したわけでもありますので、ここからでもケプラーが気になったら応援したらいいと思うし、マシロちゃんとエソちゃん応援するのもありだと思うし、みんなでね、まあ、何よりも、まあ、なんか事務所のごたごたとかはいろいろあるかもしれないけど、メンバーたちが頑張ろうとしている姿はやっぱり応援したいそのものではあるので、にゃんこは応援していきたいと思います。はい、というわけで本日ケプラーのライブ Vlog とそのレポをお伝えしました。あとぶつかってね、お届けしました。ちょっとケプラちゃんの活動しばらくはちょっと開くのかもしれないんですけど、これからもイケメンのヨウン様を応援したいと思いますので、うん、可愛いヨウンちゃんも好きなんよ、正直どっちも共感してくれるヨウンちゃんが好き応援していきたいと思いますので、皆様これからもよろしくお願いします。そして一緒に応援しましょうね。はい、というわけで本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。今日初めて来た方はぜひチャンネル登録してね、いろんな回想動画とか Vlog も開けてるんで、他の動画も見ていってください。そしていつもの方も、いいねボタンお願いします。それからケプラちゃんだったりマシロちゃん、ヤサちゃんたちの今後の活動についての応援メッセージとか、私はこう思いますとか、ぜひコメントにお気軽にお寄せください。一緒にオタク語りましょう。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チャリー。